はいどうも、車買うチューバーワンソクチューブです。今回ですね、2019年12月に納車されて、すでにですね、GLB200D と入れ替えで売却しました私の CLA200D シューティングブレイク、こちらをですね、売却する前に1年間乗った総集編ということでね、内外装を取っていますので、そちらを改めて満足度評価してみたいと思います。で、私が購入していたのがですね、メルセデスベンツ CLA200D シューティングブレイク。車両本体価格はですね、当時の価格で482万円でした。ただですね、そこから年次改良とかで価格は若干上がっていますので、詳しくはホームページなどで確認してみてください。で、私が購入した CLA の見積もりなんかはすでにブログで公開していますので、まあ、フルオプションで買ったんですけれども、当時はですね、プレオーダーメルセデスというねサービスがあって、オプション半額キャンペーンやってたので、かなりお得に買いました。それはね、下の詳細欄のブログからチェックしてみてください。今はそのキャンペーンやってません、残念ながら。それではね、改めて CLA200D シューティングブレイクのですね、 AMG ライン付きのエクステリア見てみたいと思います。このね、平べったい顔つき、 A クラスとかね、 CLS とかともまた違う独特な、よりシャープなヘッドライトになっているのが個人的には非常に気に入っていました。いやー、かっこいい。今見てもかっこいい。デザイン的にはね、本当に満足してましたね。で、 AMG ラインをつけるとアダプティブハイビームになります。マルチビーム LED というやつで、先行車とか対向車の部分だけカメラで読み取って遮光してくれるハイテクな、ハイビームになります。そしてウインカーはですね、ポジションランプ兼デイライトのところの上の部分だけが反転して光るような形になっています。いや、かっこいいですね。今見てもかっこいい。そしてグリルには大きなメルセデスマーク、そして左右に伸びるフィンがあって、その上下にはですね、ドットのメッキされたグリルになっていると。これも AMG ラインの装備ですね。で、フロントリップのところにもメッキのこういうね、加色がしてあるのもAMG ラインの特徴ですが、このフロントリップ低すぎ問題ですね。最低地上高は12センチなんですが、オーバーハングがね、A クラスとか B クラスよりも長い関係で、よりフロントリップすりやすくなっているというのが、まあ唯一にして最大の欠点だったと言っても過言ではないと思います。そしてですね、バンパーのサイドにある、フィンのところ、サイドに、ちゃんとエアが抜けるようになっています。これ AMG ラインじゃない、CLA だとエアが抜けないようなデザインになっています。そしてね、ボンネットのところに2本のね、ラインが入っているのも、よりいかつい感じがしてかっこよかったんですよね。そしてサイドの方に回っていきますが、 CLA シューティングブレイクのボディサイズは全長4690、全幅1830、全高1435と、全幅もね 1.85 以下に収まっているので、マンションのパレットも OK、 全長は比較的長い 4.7m 近くということで、伸びやかなデザインになってますよね。何気に C クラスと同じぐらいのサイズになっています。そしてですね、こちら AMG ラインつけると18インチの5ツインスポークアルミホイルと、このデザイン見飽きたってですね、言いまくってたら、最近 AMG ラインのデザイン変わってきましたよね。そしてミラーがあって、 B ピラーももちろんピアノブラックに加色されています。そしてアウタードアハンドルもメッキされていると。そしてドリルドベンチレーテッドディスクのブレーキにキャリパーにメルセデスのロゴと、 GLB の改悪モデルとは違うということですね。これも CLA も年次改良後はなくなる可能性がありますので、これはお店の人に確認してみてください。初期モデルではドリルドベンチレーテッドディスクとキャリパーもロゴ付きでした。そしてね、リア、これが一番好きでしたね。やっぱ CLA シューティングブレイクのね、特徴的なのはやっぱこのリアビューですよね。切れ長なヘッドランプ、個人的には CLS なんかよりも好きですね、こっちのデザインの方が。で、ウインカーはこんな形で光ります。で、今これね、バックフォグ点灯しているところですけれども、ブレーキのね、ところはですね、このようにリアコンビネーションランプ光るという形になっています。そしてね、サイドのフェンダーの張り出しなんかもすごくセクシーですよね。そしてこのね、つるんとしたリアビュー、ロゴのところも出っ張りないのはいいですよね。ただし残念ポイントとしてはですね、マフラー、これはね、ダミーですね、完全ダミー。これ川口学さんとかも物入れって言ってますけど、ダミー。そしてここの横にあるエアーアウトレットのところもダミーですね。で、マフラーは本物は下のところについてますけれども、バンパーね、底面のところもディフューザー形状になっていて、 CD 値はね、メルセデスの中でも相当低い、空気抵抗の少ない車になってました。なのでね、高速燃費もむちゃくちゃ良かったです。そしてこの平べったいボディと流麗なリアビュー、ほんと今見ても最高にセクシーでかっこいいなと思います。続いて内装を見てみましょう。鍵穴はね、もちろん隠されるデザインになっていて、ここをね、触れると施錠、そして引っ張ると解錠するタイプになっています。
でドアを開けるとこんな感じ、クーペなのでサッシュレスのドアになっていてすっきりしてますね。そしてこちら AMG レザーエクスクルーシブパッケージつけると本アルミの加色がつくし、ここにもステッチつくし、中央部分も革になると。このヘアライン加工されたね、広大な面積、本アルミですからね。そしてここアンビエントライトもついていて、64色にカスタマイズできます。こちら AMG ラインに含まれています。で、下部はですね、さすがにハードプラですが、カーティシャンプもちゃんと LED、 そして、こちら、アドバンストパッケージには、プレミアムサウンドがついているという形ですね。でヒンジはもちろん、鋳造製となっています。シートヒーターのスイッチも、パワーシートのスイッチも、ドアにつくタイプになっています。そしてメルセデスベンツとね、これイルミで光ってるんですけど、これも標準装備で AMG ラインをつけるとこちらね、ステンレスの、ペダル類になります。でシート、こちらねヘッドレスト一体型なのはまあ良し悪しなんですけれども、こちらのねヘッドレストの下の部分までイルミが仕込まれているというね、もう芸の細かさですね。もう光る部分としては相当多いですね。これ GLB より多いです。ドア閉めた音を聞いてみましょう。はい、サッシュレスなのでドアを閉めてからキュッとね窓が上がるタイプになっています。そして CLA シューティングブレイク AMG ライン、レザーパッケージ付きのインテリア全景はこんな感じですね。質感はめちゃくちゃいいです。恐ろしくいいです。これ GLB の AMG ライン付きよりも明らかにこっちの方が質感は良かったですね。なんでかっていうと、まあ詳しく説明しますけれども、こちら 10.25 インチタッチディスプレイなんですけれども、これはね GLB とか A クラスとか B クラスとかと同じですね。でこれ、結構ヌルサクに動きますね。ヌルヌルサクサク動きます。そしてその下にはですねピアノブラックの加色がしてあって、飛行機のタービンをイメージしたというエアコンの吹き出し口ですね。これ縦にするとですね、風が止まるという凝った、作りになっています。でここにもねアンビエントライト仕込まれていて、夜はねすごい派手なんですよね。でここがね周りのフィンのところにも反射して夜は非常に綺麗です。そしてその隣にはスタートスイッチで、アイドリングストップのスイッチもそこにありますね。そしてハザードランプはこんな感じで、この辺もね、ピアノブラックになっていたりメッキ塗装されていたり質感いいですよね。そしてエアコンの、温度調整なんですけれども、これね芸が細かいのが、温度を下げると青くなって温度を上げると、赤くなるというね、この芸の細かさですね。こういうね遊び心があるのはメルセデスの良かったところですね。そしてサイド、ニーパッドはなくてカチカチなんですけれども、そこにイルミは仕込まれています。そしてシャッター付きの、センターコンソールのところにはワイヤレスチャージングが標準装備と、そしてアクセサリーソケットと USB のタイプ C が一口あります。そして爪付きのドリンクホルダーのところにもですねアンビエントライト仕込まれていると。なので夜間は相当派手ですね。そしてトラックパッドで、ナビの操作も、可能となっています。なのでタッチディスプレイとこの、トラックパッド両方で操作することもできますし、さらにステアリングのトラックパッドでもできると。それはまた後ほど、解説いたします。そしてね、このトラックパッドの上のところで音楽とかを、送ったり、巻き戻したりするんですけれども、これね結構ねドリンクホルダーと干渉してですね、飲み物を取ろうとして間違ってここ触って曲が先送りされちゃうことも何度もありました。これちょっと場所を考えてほしいですね。そしてピアノブラックの、ボタンでこうナビとかラジオとかをいじれるんですが、アドバンストパッケージをつけると360度カメラとかヘッドアップディスプレイが含まれます。でそのスイッチもここの、ピアノブラックのところにあると。で GLB の、年次改良後はここが無塗装掃除になってますね。でこの時はまだピアノブラックになってます。そしてアンビエントライトがここについていて、パームレストがあって、その後方には、パカッと左右に開くセンターコンソールボックスの中にはですね USB のタイプ C が2口あります。すべてタイプ C になっているので、通常の USB は刺さらないのでアダプターが1個支給されました。で助手席の方はダッシュボード上部はレザーエクスクルーシブパッケにすると、ここにステッチがつくと。でその下にはですねアルミのパネルと、アンビエントライトがあると。そしてこのアンビエントライトがですねかなり夜間は派手ですね。でこちら私はですね一番ド派手なですねマルチカラーの、アニメーションというものにしていたので、
色がだんだん移ろっていくと、そして部分部分によって光る色が全部異なるというね、マルチカラーにしてますが、こちらテーマがいくつか用意されていて、青であるとか緑であるとか赤であるとか、そういうのに固定することもできますし、単色で一色だけの光にすることもできますし、なので派手なのが嫌だという方はですね、白一色にして光量も抑えることもできるので、かなりカスタマイズできます。64色から選べますので、白単色とかにすればシックなインテリアにもなりますね。でもこのようにね、色が移り変わっていくのもね、かなり面白いので、個人的にはね、ド派手なインテリアイルミ好きですね。ここまでカスタマイズ性が豊富なのは、まあ、メルセデスぐらいですね。で、パンチングレーザーがここに仕込んであって、もちろんソフトパッドと、そして、グローブボックスの中には ETC の、ユニットがあるという形になっていて、機能仕上げなどはされていません。そしてこちら AMG ライン用のステアリングホイールになっていて、パンチングレーザー、そしてパドルシフトも備わっていると。で、こちらウィンカーではなくですね、メルセデスではこれシフトですね、コラムシフトになってます。下に入れると D、 上に入れると R で、パーキングは押し込むタイプになっています。これ間違えてウィンカーとね、間違えて入れるとニュートラルに入っちゃうんで危ないやつですね。ここはね、メルセデス慣れないと危ないところでもあります。そしてステアリングのですね、左側のここの黒い部分、トラックパッドになっていて、これでナビの画面も操作することができるということで、3箇所でナビ画面を操作することができるっていうのはね、メルセデスだけですね。これはね、慣れてしまえば、いろいろここで操作することもできます。でね、このようにメニューを呼び出してメイン画面を操作することもできますし、その下はね、ボリュームの、スイッチになっています。そしてステアリングの右側はですね、アダプティブクルーズコントロール系のスイッチで、一つ、ワンボタンでですね、セットをやってもリジュームをやってもアダプティブクルーズコントロール&レーンキープまで作動するという形で非常に簡便です。ただですね、ちょっとお年寄りが操作するにはスイッチがいっぱいあって、こう説明するのは、結構難儀するかもしれないですね。でこちらのトラックパッドではメーターディスプレイの中の情報を、いじることができると。で、メーターの中、2眼タイプのメーターですが、左側はですね、スピードメーターとか、あとオーディオとか、あと時計とかになります。で真ん中もカスタマイズできて、今は地図になってますが、それ以外でもオーディオ系の情報を表示したりもできますし、このように全画面地図にしたりすることもできます。かなりカスタマイズ性は豊富ですね。でもちろん地図の任意の拡大縮小もできるということで、BMW とかね、スバルとか他のメーカーの簡易的な地図よりもかなり細かく設定はできます。アウディのバーチャルコックピットと比較するとですね、まあ、バーチャルコックピットの方が、まあ、1画面で全ての情報を得るには見やすいかなと思います。で真ん中の、マルチインフォメーションディスプレイ部分も、地図にしたり、トリップメーターとかにしたり、もうね、表示できる情報多すぎってぐらいめちゃくちゃいっぱいあります。そして、右側のメーターですね、2眼の右側がですね、タコメーターとアダプティブクルーズコントロール系 G センサー、ここにも地図も表示できるし、エコ情報とかも表示できると。もう本当にね、多機能すぎですね。そしてさらにアドバンストパッケージにセットになっている、ヘッドアップディスプレイ、これもですねすごい多機能で、これも3箇所、情報を表示することができて、さらにカスタマイズもできると、もうめちゃくちゃ細かいです。そしてステアリングホイールの、右側にはですね、これライト系のスイッチですね、そして電動パーキングブレーキのスイッチがありますが、実際に操作することはほぼないです。 P に入れると自動でかかります。そしてその上にも、エアコンの吹き出し口があるし、ここにもね、アンビエントライト、こんな短いところにも仕込まれていると、非常に凝ってますよね。で沸騰イルミもアンビエントライト連動で色変わりますし、このねドアポケットの下のところにも別の色で光るアンビエントライトも仕込まれていると、もうアンビエントライト天国ですね。そしてミラーは、これ年会前のやつは至って普通のミラー、ただし、サングラスケースは備わっていると。そしてこれ読書灯がついてます。でさらに、年会前のものはダウンライトもここにも、ミラーの下に仕込まれているということで、私の GLB には読書灯はあったけどダウンライトはカットされてました。そしてルームランプももちろんこうね、じんわり光ってくる LED になっていると、凝ってますよね。そして SOS コールとメルセデスミーコールがあります。これね、緊急時に、オペレーターにつながる、事故った時とかね、具合悪い時にオペレーターにつながるやつですね。そして、こちらパノラミックスライディングルーフ
はですね 16.6 万円のオプションになっています。これ、フルオープンにしたんで付けました。でさらにね、こんだけ広い面積が開くのに、チルトもできますし開閉もできるということで、結構ねメルセデスのねサンルーフ事情は凝ったものが多いですね。でここまで開閉可能となっています。結構広い面積開きますよね。で換気用のチルトもできますし、サンシェードだけ開けることもできるということです。はい、続いて鉱石を見てみましょう。鉱石のドアでもね正常解錠できるんですよね。この辺がね優れてますね。そしてドアを開けるとこんな感じ、鉱石ももちろんサッシュレスですね。でここも、ステッチ付きの、合成皮革貼られていると。で中央部分もソフトパッドの合成皮革と。で、グリップ部分は、普通で、下部はさすがにハードプラで、プレミアムサウンド付いてますね。アドバンストパッケージなんで。で窓を開けると、お、100% 開く。サッシュレスなんでよりね開放感ありますよね。そして鉱石のシートなんですけれども、リクライニング機構はありません。でヘッドレスト一体型なのがね、これまた良し悪しなんだわ。でドア閉めた音、はい、これもねパンって感じでね、いい感じで閉まります。で身長173の私の、運転席に合わせて鉱石足元は拳1個分と、まあ広くはないですね。 A クラスと同じなんで。で足元にはイルミも仕込まれていて、センターコンソール後端にはエアコンの吹き出し口があってね、これね年会前はですね、このね収納式で、しかも USB ポート2口あったんですが、これ年会後はねむき出し1口に変わっています。でシートバックポケットは運転席助手席側両方にネットであって、アームレストはこのようにね格納式のドリンクホルダーがあるというタイプになっています。そしてですねここ、読書灯もついていると。で、格納式のフックもあると。ただし、クーペだからなのかわからないですけど、グリップはないんですよね。でこのヘッドレストの下のところ、アンビエントライト光るようになっていて、こういうね三座ある、真ん中のところとかも、アンビエントライト光るようになっています。鉱石の、アームレストの下のところも光ると。結構ね、光ってるところ多いんですよね。これがね CLA の良かったポイントでもあります。続いてラゲッジスペースなんですけれども、このねメルセデスロゴのところが取っ手になっていて、パワートランクリートになっているという形ですね。そしてトノカバーももちろん標準装備ですね。でこれシャッターになっているので、引っ張るとスライドで格納されるタイプになっています。そしてねラゲッジ容量結構広いですよね。鉱石使用時で約500リッターで、鉱石を足すと約1370リッターまで拡大できます。そしてラゲッジアンダーはですね、アンプのようなものがあるので、そんなに広くはないんですけど、ちょっと物が置けるというような形になっています。トランクマットもね標準装備でした。で左右のところにちょっとしたネットがあって、ラゲッジランプももちろん LED になっています。そしてラゲッジ側からは倒すことができないので、鉱石の方から回っていきます。ただですね4対2対4の分割加藤なので、真ん中だけを倒せばですね、スキーなどの長尺物を積んでも4人乗車できるっていうのはいいポイントですね。ただですね鉱石のヘッドレストが一体型なので、後方視界が妨げになるっていう部分と、あとはですね、シートを後ろにしていると結構ねこう突っかかっちゃうんですよね。なので、助手席を前に出したりとか運転席を前に出したりしないといけないので、ヘッドレスト固定式なのはちょっとね、デメリットの方が大きいかなと思いました。結構ね後方視界、邪魔になります。そして、鉱石を倒すとこのような感じでね、ちょっと斜面になりますけれども、ほぼフラットになるので、使い勝手はねなかなか良かったですね。といった感じで、メルセデスベンツ CLA200D シューティングブレイク約1年乗った、感想なんですけれども、エクステリアは本当にかっこよかったなって思うので、評価高いですね。ただフロントリップする問題を抜きにしたら本当90点つけられると思います。本当ねマフラーがダミーなのと AMG のね5ツインスポークアルミホイルが他の車と一緒っていうのを除けば本当に90点とつけられると思います。これね見た目に惚れて買うっていうのも全然ありだと思います。本当でもフロントリップはねめちゃくちゃ擦りやすいので、私擦らないまま、結局売却しましたけれども、オーナーさんのほとんどがフロントリップ擦ってると思います。
そして内装なんですけれども、内装もですね、私が購入したのは、AMG レザーエクスクルーシブパッケージというね、ものつけたし、さらにアドバンストパッケージというね、360度ビューとか、ヘッドアップディスプレイまでついているものフルオープンにして買ったので、内装の質感に関してももう文句はないですよね。まあ、このね CLA の AMG ラインレザーエクスクルーシブを買って、本当にねメルセデスの内装って質感高いんだなと感動して、また今回 GLB も買ったという側面はありますが、GLB ではですねレザーエクスクルーシブの版でつけてもここまでの内装の質感はないっていうのが正直な感想。っていうのはですね、アルミのパネルとかはつかないんですよね、GLB では。なので、まあそういった部分の質感を含めると、まあ CLA の方が内装の質感は良かったかなと思うところです。そしてね、やっぱりアンビエントライトはいいですよね。このねアンビエントライトをもう楽しむためにメルセデス買ってると言っても過言じゃないですね。なので CLA の内装、まあ私が買ったレザーエクスクルーシブアドバンストパッケージまでつけたら本当に90点つけられると思います。 AMG ラインをつけるとねアンビエントライト64色カスタマイズできるようになるので、まあ、AMG ラインだけはねつけといた方がいいかなと思います。そしてユーティリティに関してはですね、鉱石の足元はまあお世辞にも広いとは言えないと。ただラゲッジスペースはもう本当にね C セグメントのワゴンとしてはもう必要十分以上に広いというところなんで、まあ、80点ぐらいはつけられるかなと。でポケットエリア、まあ、収納系も、まあ、そこそこ充実しているので、まあ、運転していて物を置く場所ねえよって思うこともないので、ワイヤレス充電とかもついてますし、ドアポケットにもいろいろ置けますんで、その辺はねそんなに不満はなかったですね。あとはね走りの評価なんですけれども、それは別の動画でお届けしたいと思います。いや CLA 物欲刺激してくる内外装じゃないですか。車でも何でもね欲しいと思った時が買い時ですからね、車買って経済回して行きましょう。今回の動画がいいねと思ったらいいねボタン、そして、メルセデスの動画ももっと見たいよという方はねチャンネル登録してベルのマークをオンにしていただけると、私のモチベーションが上がって動画をね、作る気力が湧いてきますので応援お願いいたします。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。